よ今週の月曜日新茶シーズンの到来を告げる静岡茶市場の初取引が行われましたそこで市場関係者を驚かせたのが この日の最高値はなんと1キロあたり196万8千円。過去最高を一気に50万円以上更新しました。香りは本当に素晴らしいし、色も鮮やかですしね。い、うん、うことないんじゃないかなと思います。ではこの196万円のお茶、一体どんな味なのか。 このお茶が採れた富士宮市に取材班は向かいました。こんにちは。はい、いらっしゃいませ。すみません、こちらにですね、1キロ196万8 0のお茶があるとお聞きしたんですが。はい、はい、ございます。ありました、ありました。こちらが噂の196万円のお茶です。ちなみに196万円の意味ですが、茶重の108に、 八十八夜の八十八を足した語呂合わせの数字だそうです。百九十六万円の新茶。飲み方もちょっと違います。氷をそのまま上にのせるんですか。そうですね。ちょっと。本当に、あの生の新茶を味わっていただきたいので、今回は。ロックで。飲んでいただこうかなと思ってます。お茶どころ静岡県でも。この入れ方は。

気にな,るお味はあなんでしょう、渋みは少なめでこう、まろやかな口当たりなんですけれども、甘みの中に強いこうお茶のうまみが感じられて、調和の取れた上品な味がしますうまみの濃さですとか、香りの高さ、トータルで考えてもかなり品質がいいものですからね、生の新茶、鮮度であったりとか、そういったものをぜひ味わっていただければと思います。 新茶は飲んだ後も楽しめるんです。かけているのは醤油です。うん、こう醤油とお茶の苦味っていうんですかね、はい、え混ざり合って上品な味で美味しいです。手摘みしておますので、ぜひあの抽出したお茶だけではなくてですね、あの葉っぱまで今回は食べていただければなと思います。